皆さんこんにちは、ちちてです。よろしくお願いします。自己紹介していきます。りょうです。よろしくお願いします。なぎです。よろしくお願いします。いこです。よろしくお願いします。あやみです。よろしくお願いします。れいです。よろしくお願いします。18時の部、ラストとなりました。それでは皆さん盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください。ギミギミBaby girl, tell me what you ready for. Gimme, baby, girl. Let's go. 朝起きたら太陽がスマイルが素敵ね。夢を見てたその君が現れ、キスをした。何を着て出かけよう。ワクワクしてWord. Let's get crazy. Let's get crazy. So give me, give me love, love, baby, baby, love, love. 世界中に届け。一緒に言えば。幸せがもっと広がればきっと。せーの。Baby girl, oh well, I wanna be your man. Let me be you, baby girl, oh we go. バスカの閉ざすはノーバスロー、でも叶えたい未来も半ば途中で、それでも出会えた奇跡を信じて離さないよ、その手誰になんて言われようとついてきな、 OK。 So give me, give me love.ありがとうございます。以上で18時からの部は終了となります。それでは出演者のみんな集合。集合。トコ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 、可愛いな。これでみんな揃った感じですかね。本日はファクトリーウィークデライブ18時からの部、お越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ここからちょっと簡単にアクターズの説明をね、していこうかなって思うんですけれども、アクターズスタジオっていうのがどういうところかっていうのは、ケント君から説明お願いします。はい、簡単に言うと芸能養成所なんですけども、僕たちはですね、日々歌とダンスと演技のレッスンを学んでおりまして、月に2回スタジオライブというものもやらせていただいております。次が9月2日に9月2日アクターズスタジオの方、ライブじゃない、ライブじゃない、そうです、僕たちが、ね、はい、レッスンをいつもやってるスタジオでスタジオライブをやらせていただきます。そして、10月の1日に、レッドライブというね、僕たちの半年に一度の集大成ライブがありますので、告知などもですね、僕たち全員ツイッターやってますので、そちらの方で告知もさせていただきますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。そしてもう一人告知がある方がいらっしゃるんですよね。そうですね、確か。あ、すいません、ですね、ちょっとこの場をお借りしてもう一回言わせていただくんですけど、ちょっとあるアルバムでですね、1曲だけ自分のオリジナルを担当させていただいてまして、この後ですね、そちらの方で軽い物販交流会等をやりますので、よかったらここです、お話しに来てください。お願いします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 。これから15分ぐらいですかね。はい、軽い交流会みたいなものをしてやって行いましょう。いきますので、はい、ぜひ気になる方がいたら声かけてみてください。はい、
それでは改めまして本日18時からの部これにて終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。トコ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 走るよ花太郎トコ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 